おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？先週の土曜日に、水戸市のカウンセリングセンターでの講座があって出かけていきました。1年に2回ぐらいお招きをいただいて、出かけるんですけれども、今回自動車で行きました。前回は電車で行ったんですが、帰りの電車はすごく、なんか途中トラブルがあって、かなり遅い時間になってしまったんですけど、今回は車で行きました。講座は午後の時間だったんですけども、少し早めに家を出て、講座の前に水戸市にある、千箱というんでしょうかね、湖があるんですけど、そこに行ってみました。以前もそこに行ったことがあって、湖の周りを歩いたり、写真を撮ったりしたことがあったので、楽しみでした。今回は本当に暑い日だったんですけれども、本当に大勢の人たちが、湖の周囲を歩いたり走ったりしながら楽しんでいるようでした。本当に大勢の、まあ、市民の憩いの場なんだなというふうに感じました。で、湖の端っこの方に芝生と小川と、まあ、森といいますか、木々がこう、なんていうか、植えられている地域があるんですけども、そこにですね、まあ、その沼には大きな鯉がたくさん泳いでいて、で、そこにカルガモの親子が2組、水に入ったり、外に出たりしていたんですよね。で、そのうちの1組は、そうですね、子供何羽いたのか、ちょっと今、正確にはわかりませんが、7、8はいたんだと思いますけど、子供たちはもうかなり成長していましたけれども、それでも、お母さんは、本当にこう、緊張して、いつもこう注意深く周囲を見てたんですよね。で、子供たちはお母さんの周りに固まって、で、列を作って、お母さんの後について歩いたり、お母さんの後について泳いだりしていて、お母さんが中心なわけですけど、でもね、このお母さんのカルガモはね、本当に緊張しているように見えたんですよね。カメラを持った人たちが近づいて、次々に写真を撮っていったりしてたんですけども、私も何枚か写真を撮りました。で、5月の、写真で散歩、お散歩というのを私アップしましたけれども、その最後の方にこのカルガモが映ってるんです。で、カルガモたちが、水から上がって、芝生を歩いて、向こうの水場に行くために、お母さんを先頭に歩き出したとき、私はちょっとびっくりしたんですよ。というのがね、前を歩いてるお母さんが、とても大変そうに、足が不自由だったんですね。歩いてたんですね。ちょっとね、見ててね、本当に気の毒になるぐらい。でも、しっかり前を向いて、時々周囲を確認しながら、子供たちの先頭に立って歩いていきました。すごいなぁと思いました。まあ、親としての緊張感とか責任感とか、もうそれがこう、表情から、態度から、わかるような気がしたんですよね。ネットで調べたら、カルガモの天敵はイタチだって書いてありましたね。イタチとかヘビとか、やっぱりね、狙われるらしいんですよね。そういう意味では、親としての緊張感っていうのは常にあるんだと思いますね。まあ、やがて子供たちはすぐに自立していくんでしょうけども、それまでの間、片時も意識を子供たちから離さずに、こう生きているお母さんカルガモ。すごいなと思いましたね。本当になんかね、見ていて感動しました。もちろん人間のお母さんは、やっぱりカルガモよりも大変だと思いますね。子供の、子供が成長するスパンがもっと長いですからね。でも基本的には言葉が通じますから、カルガモのお母さんほど緊張しなくても良いのだと思いますけれども、でもまあ子育てというのは疲れるだろうなと思いますね。本当に。いてくれてありがとう。心からお届けしたいと思います。カルガモのお母さんを見ながら、いやいや、みんなこういうふうに、親にね、親を緊張させながら、親に心配をかけながら、生きてきたんだなということをしみじみ味わった次第です。今日も良い一日になりますように。それではまた。